さあ、あ、十字架いいんじゃない？いいですね、いきなりね。十字架取ろう。はい、上。ああ、ペンタグラムが発動して、はい、まあしばらくは十字架でじゃあ頑張っていきましょうか。これあれですね、進化も狙えないんで。そうね、最初のコウモリって感じですかね。確かに進化狙えないのか。進化狙えないからペンタグラムが邪魔してくることになるだろうね。敵出てこな少ね。最初のさ、うん、ペンタグラムで消した敵痛くね。ねえ、あれ欲しかったね。あ、欲しかったよね。まあ最初はコウモリなんだね、ここは。そうだね、はい、まあなんかあそこ最初の森、森、そうだね、狂乱の森、ああ。狂乱の森ってんだ、あれ、ね、あれ狂乱の森、あ、ヴァンパイアっぽいね確かに、あ、そこ意識してんのかもねまさかの、いや、シャドーバーから撮ってんじゃないですか ね、 なるほどね、やはり狂乱の森、うん、狂乱状態。なんか確かにバット出しな最初な。ああ、ほんとじゃん、聖水な。あ、まあしょうがないよね。まあリロールもあれだ。いや、聖水、まあ、ここはうん、うん、いいと思うよ。十分聖水だったら、うん、十分強い、うん。これがスカルとかだったらさ、リロールしようかなってなるけどね。確かに確かに、スカル来た時にスキップリロールは使っていきたいね。うん、やだもんな、ペンタグラムが。あ、なるほど。めっちゃ出てきた。あれか、あの数分で運命が変わるみたいなことがあったから、もしかしたら1分ずつ来るキャラが変わるとか。なるほどね。あ、そういうこと。じゃあ今1分になった瞬間泥人形だったもんね。あ、そういうことか。じゃあ1分ごとにって感じなんだ。30分だったらこの30回ほうれん草いいじゃん。いいんじゃない。お、一番上でいいよ、全然いいよ。ほうれん草ならかなり悪くない。ボスとかはどういうタイミングで出てくるんだろうね。わかんない、それはわかんないよね、まあ、うん、まあ、あ、ファイヤーじゃん。あ、ほんとだ、取っちゃおう。取って、うん、こいつらは経験値、早く、早く集める、早く集めるとペンタグラム。そこまでいいじゃん。あ、なんだ、俺ら運だけでやってけんな、このゲーム。そんごうまないいね。考える必要なんてなかったんや、ペンタグラムレベル2。まあいいでしょう、全然消えちゃうけどな、はい、まあ、経験値消えちゃうけどね、はい、あ、いいね、いいね、いいね、はい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 。なんだ、このゲーム一番上選んでりゃいけんじゃん。ね、一番上なら選んでりゃ勝てるね。ただアイテムがアイテムほぼないっていうね。そうね。え、2分経ったからまた変わるね。あ、今度コウモリに戻るの。バットに戻ったか。でもデカバットと、あ、なるほどなるほど、このギミックはあるんだ。それは、それはラッキーだね、うちらにとってはね。そうね、ほうれん草、ほうれん草いいじゃない。おい、いいね、ソングオブマナでほうれん草じゃないや、こいつらバットか、バットかれんのいいねバットとほうれん草間違えたな、お前ペンタグラム。あー、マジか、まあ、しょうがない。よいしょ、あー、ノーチャンスでしたね。さりげなくさっきね、クラウンとかあったんだよね。わかるよ、まあ、本当だったらね、飛びついてるところだよね、クラウン。あ、ね、だって進化だもんね、うん、せっかくペンタグラムキャラ使ったのにペンタグラム進化せずに終わることある。いや、俺らの運だったら一番上にクラウンを持ってこれる。なるほどね、うん、いつか必ず、いつか必ず、てかあれだね、このキャラでこの企画やるの間違ってたかもしれないな。ああ、そうなんだよ、だって、うん、初期武器ペンタグラムでさ、最初一番上に武器出なかった、3回ね、リロールできるけど武器出なかった、それで詰むからね運が良かったな、それで終わりだからね、うん、ああ最初ブーメランは相当運が良かったよ。確かに、だってあそこほうれん草、石仮面ね、なんだ、引き寄せの石とかだったら終わりなわけだからね。ペンタグラムしかない状態で、しばらく頑張るしかなかったから。そう、まあ、3分になって3分ポンドですね。それも見てみたかったけど、はい、あ、さすがに無理か。3分、いや無理だよ、だって1分半、え、そうだ、ペンタグラムが1分半だから、1分半逃げ回ってなきゃいけなくて、逃げ回って発動したと思ったらアイテム全部消えるってことか。そう、まあ、うん、無理だ、うん、無理だよ。よかった、クロス引けて、うん、一番上にクロスが来てくれて助かったわいや本当に。あ、なんかペンタグラムやけに上がんない。まあでも、あ、あ、なんだっけ、薄いとこ引いた、薄いとこ引いた、はい、あ、薄いとこ引きましたね。確率が低いものを引いたときに、うん、スロットやってる人たちは、うん、薄いところを引いたって言います、はいはいはい、スロカス用語ですね。スロカス用語、はい、これあの動画撮ってないときにアネムーさんに教えてました薄いとこ引いた、薄いとこ引いた。ソンゴブ、あ、ソンゴブマナオいいじゃん。なんか斜めに出たな今。なんかね、一発目なんか変な出方するんだよね、その撮った最初のとこ時、うん、あれなんなんだろうって感じ。なんかレベルアップさせたり最初取るときなんかバグるよね。空白の書もさ、取った瞬間さ、なんか1回、だからクールダウンが1回リセットされるんじゃない、あれだから、クールダウン関係だから。ああ、なるほどね、一番、うん、そう、一番遅いクールダウン、遅いクールダウンになってってことか、多分ね。俺あれで死んでからもう空白の書取るのが怖くてな。ああ、
ほうれん草。ほうれん草いいじゃん。あ、ペンタグラム。あ、よかった。薄いとこ引いた。いや、好きだな。薄いとこ引いたって言葉好きだな。じゃあお前もぜひスロットやってくれ。あ、いやいや、用語だけだから。用語だけ。うん、なんか普段からあ、ルントレしたじゃん。いいじゃん、ルントレ。かなり運がいいぞ。うん、かなり運がいい。これいけんじゃないの。まだ4分だけどね。あ、5分、俺5分で花来ると思います。あー、5分花があると5分花いいですね。こうやって新しいところのギミックを予想していくってのもいいですね。あ、それぞれもしかしてあれじゃない、なんか分数かぶんないようになんかギミック出てきてるとか、そんなことないか。あー、どうだろうね。俺ボスが出てくると思う。5分でちっちゃいボス、 あのコウモリ出てきたよ。さっきいたよ。あれさっきいたっけ。いた、うん、宝箱取ったっけ俺ら、うん、ペンタグラムで殺した。あー、とんでもねえ武器だ。お、ウイルスか。あ、ウイルスか。五分ウイルスだった。ペンタグラムがダーンって出てる。そうですね。はい。なんちゅう武器だ。あれだって今ボスいたよね。いた今。うん、いたいた。じゃあ宝箱消された。マミー来た、うん、また宝箱消された。マミーだよね今ね、多分ね。みんなマミーいたよね。どうだっただろう。俺の中でまだこのステージでボスに会ってない判定なんだよ。もう2回出てきてると思う。あ、ほんと右にマミーいたと思うよ。ほうれん草マックスになっちゃったね。ほうれん草やけに上がんな。どんだけ来るんだろうね。まあでもほうれん草強いからいいけどな。そうね。ああ、全然ありがたいね。俺こみどりの地っていうからさ、うん、食材とかもないのかと思った。食材はあるんだね。ああ、なんもない。そうそう、なんもない原っぱだと思った。はい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 、はい、そう。ペントグラム、まあしょうがないね。あ、ラッキーラッキーラッキー、薄いとこ引いた、薄いとこ引いた、はい、そう。でも普段から使って覚えらんねんだよ。覚えらんない。全然普段から使ってもらって、はい、あ、ペントグラムじゃん。はい、あ、濃いとこ引いた。濃いとこ引いたね、はい。濃いとこ引いたっていうの本当に。いや、言わないな。言わないんだ、うん、薄いってさ、濃いとこ、薄いってか、まあ、厚さじゃない。だから濃いじゃなくて、多分熱いじゃない。熱いとこ引いたか、うん、熱いだとね、またスロットだとね、あの激熱とかの熱いになっちゃうんだよ。まあ、激熱のね、まあまあわかるよ。だから、うん、でも反対語としてはな、レアなの引いたときは薄いとこ引いたっつって、あのレアじゃないの引いたときは、うん、まあ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 っていう、あいつまあ分かってましたみたいな。まあ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 っていう。それお前だけだろお俺の周りみんなそうだった。まあ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 ってお前シャドーバースでも言うじゃねえかよ。まあ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 。まあ余裕だね。さすがにね。まあ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 。さすがにね。はい、まあ欲を言えば、うん、一番上にクラウンが来てくれて、ペンタグラムが、進化まで行って。使い物になればいいですねっていうところだけど、うん、だってペンタグラム今だってね、地雷だもんね、これね、うん、お邪魔アイテムになってるからね、うん、今のところ ね、 ね、女遅えな、ノーマルだとあんなもんか、うん、慣れすぎ慣れすぎ、カースに、カースになりすぎ、ーカースとハイパーになりすぎ、 あれ、ね、一応ボスがいるね。これペンタグラム発動したら、うん、こいつは死んじゃうか、ね、多分ね、よくないな、発動するタイミングで一気に避けたいんだけど、しょうがない、大丈夫か俺。おー、なん生きてるか、よし生きてる。今のでリセットされたかだな、あれがクールタイムが結構赤が強いから、はい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 、気をつけてもろって。あー、ペンタグラム来る前にこいつを倒したい。いや、これ一旦ペンタグラム上で発動させてあいつを生かすか。いや、さすがに宝箱取りたい。いつ発動するか分からんけどね。あ、しかし取りたいの今。うん、あいつをペンタグラムの力で消さないで宝箱を取って、でも宝箱取ってもレベル上がるものがないのか。別に、じゃあそんなに嬉しくはない、うん、普通レベルっていうか進化するものはないからね。まあ取れたらラッキーぐらいな感じでいいんじゃない。そうだね、普通にこの回あの経験値を拾った方がいい。いいねー。ああ、ペンタグラムレベルマックスだ、うん、えい、あ、ラッキー。ふぅ、オッケーオッケー、聖水ね。オッケー、聖水とかそういえば、あ、持ってたな。そう、全然来ないんだよ。一番上にずっとペンタグラムが来るんだよね。あー、ペンタグラムとほうれん草相性悪っ。ねえ、めちゃくちゃなビルドだよ。ペンタグラムほうれん草ビルドな。まあしょうがない。お、下結構美味しいな。あ、ペンタグラムで死んだのか。そうだ、ね、あ、ほんとだ、これ花の形で、うん、花というか、あれクラゲね。クラゲの形で時止めあるね。時止め、いいですね。時止めちゃいましょう。で、あー、いいね、回収回収。クローバーもあるね。ソングオブマナオ、いいね。偏るな。あー、確かに。だってアイテム、アイテム、アイテム、ほうれん草、めちゃくちゃレベルの高いほうれん草が一つポツンってあるだけ。あー、アイテムないよ。あー、まあ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 、薄いとこ引いたから。薄くないのかも。
そろそろ薄くないかもしんないね。そう、 60% だから薄くはない、ね、薄くねえや。あ、そして緑を一撃で殺せないのがちょっときつい。そうね、損耗マナー上げていきたい。でもほうれん草で威力上がっててこれってこと？まあマナーのレベル自体も低いし、聖水か、あー、まあ悪くない。あ、牛も走ってきたね、9分で牛か。あ、本当だ、ミノタウルスだね。本当だ、ようやく見れたミノタウルス、ちゃんと俺こいつのことミノタウルスったらすげえバカにされていや、ほんとミノタウルスかと思って。バカにはしないけどね。そうかい、うん、なんか風評被害、風評被害、やめてほしい、やめてほしい。あ、ああ、ああ、ああ、引いてあでも何くんの俺。ああ、嬉しい嬉しい嬉しい。まあいいでしょう。だ、半分だけ出るやつな。さあ困ったぞ、今はまだいいけどねえ、ラッシュが来るはずだもんね。弱いぞこれ。さあ10分、何かギミックがあるか。かなり弱いぞ10分花。まあノーマルとはいえこの構築の弱さはやばいな、初心者がやるやつだな。あ、ペンタグラムとりあえずマックスにして、あ、ペンタグラムマックスにしては初心者もやらないでしょまあ、聖水いいと思います。これ上にやっぱその既存のやつが来やすいとかあるのかね。あ、懐かしいギミックですね。はいはいはい、10分カマキリと。あ、懐かしいギミック、浸る暇もなく死にましたね。1分ごとぐらいか、40秒ぐらいか、どんぐらいなんだろう、ね、さあウォーター。まあ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 、早くレベル上がってくれ。ブラウン一番上に欲しいな。見してやりましょうよ、我々の運を。ああ、下下下下。下の下。下も行く。こっちもね、すごいんだよ。ああ、いいね。ああ、すごい、こっちもいいね。こっちもいいんだよ。こっちもいいね。孫悟空。孫悟空。ああ、頼るね。まあ、来やすいのかもな、やっぱな。そこの左の方かな。ちょっと塊が。そこの左下の方。ああ、いいっすね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 。いいっすね。はい。いいっすね。お、あ、ちょっと集めようか。ああ、集まってきた、集まってきた。あ、あひでえよこの武器いや、その武器正直マジペンタグラム弱い。ああ、弱い。こんな悲しいことある？マジ弱い。すごいワクワクしてる全部消えたからなせめて十字架は残しといてほしかったね。アイテムもあんな風に消えるんだね。あー、ほんねー。ちなみにこいつね、ヒットポイントめちゃめちゃ低いっす。あ、そうだろ。あ、めちゃめちゃ低い。ヒットポイントめちゃめちゃ低くて、うん、クールダウンもすごい低いかな。あ、そうなんだ。あんまじゃあキャラとしては強くないんだ。何が上がってんのかちょっと分かんないね。なんかは上がってるかもしんないけど。はいはいはい、おう、うん、オッケーオッケー、薄いとこ引いた。よし、そう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 、十字架か。そうね。あー、ちょっときちいや、これそろそろきついね。さすがにきちいな。だってもう常に動いてなきゃいけないようになってきたもんな。まあこの緑のせいなんだよね。あー、だからまあまあしょうがない、それは。ああ、緑だけちゃんと避けるようにすれば大丈夫。緑の動きだけちょっと注目すれば平気だと思います。サンタウォーターの上強え。ああ、そうね。ああ、緑だけだ、強いな。ああ、大丈夫大丈夫。そしてそろそろペンタかな、多分だけど数えてはないんだけど。雰囲気、あ、ボスがいる。これもう薄いところ引くしかねえよ。おら、あ、薄いところ引いた、まあ、赤系陣地、まあ、OKOK、 うまい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 、オーケーオーケー、うまい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 。まあこいつらだったら倒せてはないのか。そうだね、一撃ではないね。まあ、でも早くはないから。そうね、ゆっくりだから。まあまあまあ、まあ、ルンドリサー。あー、なるほどね。アイテムねこれ武器が上に表示されるのかないや、そんなことない。だっていつもアイテム3つで困ったりするじゃん。じゃあアイテム3つはいいんだけど、武器が出た時は武器が上に表示されるのかねって話だ。あー、なるほどね。これ先取るよ。あー、正解。あー、曲がしたでしょ。あ、確かにその可能性あるな。あ、これは関係ない。これも関係ない。あー、一応1カメ下だね。3つアイテムの時は。あ、うん、3つアイテムの時はもちろんアイテムある。ほうれん草どうやって取ったんだっけ。全部アイテムだった時に一番上だったのか。かもしれない、わかんないね。あ、もしかしたらね。ちょっとまだ仮説の段階は得ないです。これちょっと実証していかないといけないですね、これね。そうね。ね、うん、でも今までそんなこと、この縛りをやるまで気づかなかったからね。さすがにね。でもなんか今はそんな気がしてるよね。うん、あ、出た。引き寄せだ。絶対取る。絶対先に取る。ペンタグラムが出る前に。あー、関係ないかな。ほんと、ね、でも武器が上だね。うん。ほら！オッケー。よし。ナイス。
トレッサー、王冠王冠欲しかったね、十字か。いやー抜ける気ない、抜ける気ない。あそうね、あのあれを思い出して、ゴーストのところを抜けて思い出した。トラウマが降ってきた。で、これ当たるとめちゃくちゃ痛い。無理だね。かー、あーこれはでもちょっとね、この縛りをするのにね、このキャラがね、向いてないという説はありますね。ペンタグラムマジでダメだよ。そうですね、違うキャラでやりたいですね。